髪はレモン、性格はソーダ、時々ハニー。そんな三浦海くんと付き合って3年目になりました。今日は三浦くんの家でおうちデートです。あー、3年目になってから一番最初のデート、ちゃんとしたおうちデート初めて。予定はこう。完璧だ。一緒にスーパー行くのも、ご飯作るのも楽しみだって。なんか本当に同性カップルみたい。ここまで進化できました。しどろもどろで敬語で話していた時期が懐かしい。追いつこうと必死だった1年目、隣に並べたと思う2年目、3年目は石森由香、大人になります。今日は前髪流してみようかな。だってほら大人だし。大人、女性、いい女、検索。飽きたりしないんすか？3年目長え。そんな続いてんの見たことない。3日で別れたの。喧嘩とかしたことあるっす？ないな。俺が一方的に怒ったことはあるけど、最近それもない。なんで？年数経つほど遠慮なくなってぶつかるもんじゃないの？ちょっと調子乗んないでよね。あれかな、もはや熟年夫婦みたいな感じなんかな。喧嘩する内容もないみたいな。なんかそう思ったらそう見えてきた。今日のメインイベント、スーパー行って飯作るでしょ。しかも俺見ながら。そんな高校生カップルおる？同性カップル超えて熟年夫婦、もはや老後。ちょっと俺を孫に見立てんのやめてください。楽しいよ。遠くから鬼瓦みたいな顔で走ってくんの見れたし。買い物の前にちょっと寄り道していい？3年目も私を好きでいてくれますように。急にごめん、ありがとう。お、カイ、ちょうどヘルプ呼んだとこだったからタイミング良かったよ。え？ここは三浦くん行きつけの美容院、中学から通ってる。急にごめん。染めるのかな、切るのかな、私ここにいていいのかな。メニューはヘアセットね。ヘアセットだけよ、すごい。あ、カットモデルだから。じゃあお願いします。なんかかわいそうになって。あの実況、三浦くん、ごめん、前髪が変で、ごめん。はあ、やっと治った、よかった。今から行くね。でも本当はアレンジしたかった。スマートさのかけらもない。遅刻の理由を知らせたかった。お荷物お預かりします。たまちゃん、俺も切りたい、後ろ。ん？今切る？え、いいの？時間ある？カットだけならねじ込める。え？襟足バッサリいく？うん。どうなさいますか？どう？すごい切れ皮なお姉さん。どんなんでも大丈夫ですよ。どんなんでも。はい。カットでも。
え？だって三浦くんの美容院せっかくなら、それに三浦くんと一緒に髪を切ったっていう思い出ができる。ダメですよね。非常識かな、メニュー変更。大丈夫ですよ、担当私でもいいですか？もちろんです。ご希望のスタイルはありますか？考えておきます。じゃあシャンプー台へ。すごい、来るかで。店内にいる人みんな芸能人に見える。内装も綺麗、おしゃれ、広い。マミコさんが少し恋しい。家のような安心感。客層40代からご老人。こちらにどうぞ。あ、どうぞ。あ、私が知ってるシャンプー台じゃない。先にお尻を乗せると座りやすいですよ。なるほど。膝掛けかけますね。ふう、シャンプー台に座るだけでも一苦労だ。さすが私だ。恥ずかしい。シャンプーしていきます。こんなところ一人じゃ絶対来れなかったし、選ぶ勇気もなかった。すごいな、三浦くんといると。三浦くんがいなかったらどんな風に生きていたかな。それなりに地味だけど楽しく生きてたかな、自分なりに。将来はどうかな。そうだな、家から通える大学を選んで、きっと建築士じゃなくて手堅く公務員を目指してただろうな。恋はどうだろう。お父さんのつてでお見合いかな。カイ、ショウ君っていうことを住み始めたんだって。はい。三浦君の髪をレモン色にしてる玉木さん、ご存知なんですか？うん、聞いた。三浦君はここで学校のこと話しますか？っていうか、俺が聞き出してる。学校のこと教えてよ。ねえ、楽しい？友達は？先生は？写真とかないの？すごく想像できます。でも、うかちゃんのことは自分から話してくれた。ぶっきらぼうな顔で懐いてくる子がいるから始まって、彼女になった。どこに惚れた？全部。カイの口からのろけみたいなのが聞けるなんて思ってなかった。幸せなんだって伝わってくるよ。元のお席へどうぞ。あ、カット終わってる。それもいい。この姿はあまり見られたくない。どうぞ。出た、宿敵 iPad。 トレンドはね。あの、大人っぽくしてください。というわけで大人可愛くしてみました。カット中すごく不安そうだったので。大丈夫ですかね、似合いますかね。彼氏無言。カイ、シャンプーとかトリートメントまだある？あ、ヘアオイルなくなりそう。了解。はい、いつもの。いつもの三浦くんが使ってるやつ。いい匂いの、三浦くんの匂いの。あの、それまだありますか？あるよ。私もか。いいよ、そこまでお揃いにしなくて。それにこれはカラーケア用。え、雨？タオルしか貸せなくてごめんね、肝心な傘が。大丈夫、大して降ってないし。
コンビニまでもう少しだったんだけどな。傘買いたかった。いつまで雨宿りすっかな。私の前髪の失敗がなければ雨の予報も知ってたのに。いつもだったら折りたたみ傘持ってきてたのに、はあ、いい女は荷物が少ない。何のために。別あっ、ごめん、我慢できんかった。ミュラ君、待ってて、そこ動かないでね。は？ちょ、いらっしゃいませ。そうだよね、スマートになんて。デジャブ。結局慣れない。あ、石、うん、どうしても必死になってしまう。ああ、ごめん。三浦くんのことを、傘一本しかなかった。思えば勝手に。ああ、早く帰って温まろう。あ、頭。よかった、中は濡れてない。せっかく三浦くんが連れてってくれた傘。あ、一本で十分。三浦くん。今日もなんか一人でバタついてて面白かったわ。それが俺の好きな石森。どうやって生きていたかな。お、おかえりなさい。めっちゃ濡れてるやん。タオル玄関置いときましたよ。気づいた、気ぃ利くな、ありがとう。なんかパーティー？あ、すごくないっすかこの部屋。はあ、昨日先輩が必死に飾ってたっす。俺も手伝わされたけど。脱衣所行くぞ、マジで風邪ひく。三浦くん、これ。いや、どうでもいい、今それ。どうでもよくない、待って。キスしたいからどうでもいい。自分で拭けるよ、三浦くん。着替え、これ。脱いだ服は洗濯機の中入れといて、乾燥する。諦めろよ。あ、ごめん。匂いは別がいいんだよ。俺、石森の髪の匂い好きだから。香ってきた時キュンとする。だから自分で選んだやつ使って。あと髪型は似合いすぎてびっくりしただけ。じゃあ外出てる。タオル貸して、やっぱ俺がやる。み、どこまで拭いていい？全部いいよ。おい、ダメに決まってるでしょ。
俺をからかうことを覚えたな。おお、熟年夫婦はそんな顔しないっすね。誤解が解けたならよかった。三浦くん優しい、甘い、着替えた。飽きるわけねえだろ。あの人、俺の理想の塊。甘い。3年目はハニー3倍増しで。タコパでもする？肝心のタコがないっすけどね。あ、私手土産にタコ持ってきてるよ。なんで？ハニーレモン相談第21巻大好評発売中パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。グッドボタンやコメントも待ってるパス。次の動画も見てね。